簡易愛希くん2号、皆さんもこういう工夫をして稽古しましょう。最近なかなか、まあ、稽古がまだできないので、仕事もあんまりないので、夜はこういうのをちょっと撮って皆さんのお役に立ってもらえればいいかなと思います。まあ相変わらず動画はお弟子さん向けですけどもまあお弟子さん以外の人でもなんか稽古のあれで役に立ってもらえればいいかなと思います。この間はまあ一人稽古、まあこういうのとか瓶使ってとか、まあ僕が昔からやってたような稽古方法を簡単に紹介したんですけど、まあさっきのね愛希くん2号なんかもあの動画で紹介してますけど、ね、あんなふざけた道具ですけど、一応毎日やってますんであのそれなりに効果あるんじゃないかなと思います。特にね、愛き下げの動きとか愛き上げの動きがすごいシンプルにできるのと、まあ、可視化できるので、何事も可視化するのが大事ですよ。というわけでですね、まあ瓶はこの間も言った通り、あの最近はやってはいないんですけど、一時期やったのは事実ですし、まあ、あのお手軽にやれるのでいいんじゃないかなとは思います。今は別の稽古やってるんですけどね、まあ、あとお弟子さんはね、本当のオリジナルの愛希くん1号知ってるので、まああれが一番、瓶もいいんですけど、あれが一番いいかなと思います。まああれをやる使って練習してみてください。でね、今日はこの間の一人稽古とはちょっと違うんですが、形をまあちょっと意識してもらおうかなっていうのがありますね。これは何だったっけな、グラビティボールかなんかかな、できたいんですけど、昔こんなのも使って稽古したんですけど、まあ別にこれを回してこうやってやるわけじゃなくて、まあ手近にちょっとボールが欲しかったので、ちょっと用意したんですけど、愛希の、技の時にちょっと手首でこう、まあ回しますよね、こうやって。回します、いろいろ回しますけども、その時にどれだけ自分が作ってく手首がどれだけ球円と、まあ二次元の円を使ったいわゆる球体の動きが作れてるのかを確認してほしいんですよね。まあ一人でいる時とかに。で、特にこういうボールを使ってどれだけ綺麗な円を描けてるかっていうのが大事です。まあ円描いてきてるつもりでも意外と実は円描けてなかったりとか、まあ、圧力に負けて相手の方に負けた形で作ったりとかすると聞きにくいので、でその中でこういうちょっとボール、まあボールがいいんですけど、これボールの代わりですね。例えばこういう動きをするときに、まあ、ボール持ってボールが空中に静止するような感じでこうするボールがここに一点にあることでこう手首がこう回ってるっていうのが分かる。こう例えばまあこういう動きの時にこうやっちゃってるとダメなんです。こうやっぱボールがここに空中で静止してるようにこう回す。でこう持ってくる。逆もそうですね。こうからこう動かないようにしてこうする。スーッとまるでボールが空中で静止しているように、愛希下げ愛希上げ愛希下げ愛希上げ、こういう感じでこうどれだけこうここを中心に綺麗な球体の動きが作れているかを確認してみてください。こういう練習すると意外とこう綺麗な円が空中に静止しているように、静止しているように意識するといいですね。これをするにはどうすればいいかっていうと、皆さん肩がちょっと硬いですね。どうしても力入れようとすると使いやすい筋肉、例えば上腕二頭筋、まあ、こうもいう動作をするのであれば、上腕二頭筋を一番最大限に使おうとするんですよね。一番簡単ですからね、ここ1個に集中すればいい。そうするとその時に何が起きるかっていうと、肩が固定するんですよね。土台を要はがっつり固定することでここに力がパッとこう一気に出るようにするのがまあ普通なんですけども、要するに手を動かす時にそれが全部ベーシックになっちゃってるんですよね。つまり肩が全部固定した状態で手を動かすみたいなことになってるんですよ。そうすると肩が使えてないので、肩が使えないとここのこういう綺麗な円が描けなくなっちゃうんですよ。ここに固定しちゃうもんですから、どうしても動いちゃうんですよね。それを防ぐために肩がしっかり動くようにする。
同じようにこう力を出す時も肩も一緒に使うっていう、こうとか、まあいろいろこんな動作いらないですけども、いろいろとにかく肩が固定しない、肩が非常にリラックスして自在に腕の動きと連動してそう動くようになるっていうようなを意識してほしいんですよね。ですから腕はここから始まるんじゃなくてここから始まる、要は胸鎖関節っていうんですけども、鎖骨と胸骨のとこにつなぎ目があって、ここが実際腕はここから始まってるんですよ。これ六方会の僕が尊敬する鈴木先生っていうすごい先生がいたんですけども、その先生も言ったんですけど、腕はここから始まってるんだ、ここから始まってるんじゃないか、肩を使えっつって、そうだ、これを回す時にはやっぱこうただこう回すんじゃなくて肩を一緒に、肩が出る、ここにある肩の関節が前に、手首が前に行く時に肩が一緒にこう前に後ろに行く時は後ろに下がる、こういう動きをする、肩を使ってます。要は、まあ、肘があるんですけど、肘を動かしてるのは肩なので、肩がどれだけ綺麗に動くかで一つ大きな円が作れるわけですよね。要は手首を回してるのは肘です、肘を回してるのは肩です。ですからまあ大体手首握られるので、指先からここの手首の関節ってのはあんま使えないので、ここで一つの円を描いた時に手首が、肘が、肩はこういう円を描く、要するに最低でも立体に動きを作るのであれば二つの円の運動が必要になってくるので、一つ肘が使う円がこういう円を作るのであれば、肩はこういう開き上げのような前後の円を作る、これによって3次元の球体の動きを作る、それによってこういう綺麗な動きが作れるようになるので、家でこう稽古するときに鏡とか見て肩がちゃんと回ってるのか、こう開き上げの動きをやるときにただこうやってやるんじゃなくて、そうすると結局ここでこことここ停して肘関節だけのこういう動きになっちゃうので、そうじゃなくてこの種の動きを作るのであればこう肘肩でやる、そうすることで肘、要は手首ですよね、手首が違うことができるようになるので、どれだけ多くの関節を一瞬で自在に使えるようになるかっていうのが、合気だけじゃないんですけど、はっきり言って特にでも合気は最低でも2つの絵は作んなきゃいけないので大事になってきます。まあその動きを確認するのにこういうボールを見て、肩が動いてないとこれその場に止まった動きが作れませんので、こう肩を使ってるっていうのを確認してやってみてください。今日は短いですけど、とりあえず円運動の動きをちょっとみんな鏡とか見て自分で確認してみてください。本当これくらいは自在に動かないと、まあ、しっていうならこういうことができるようになっていいですね。見えるかな？手首の向きが固定したまま肘だけ動く。肩と手首、要は手首をまさしくこれが手首を動かしているのが。手首を動かしているのが肘です。肘を動かしているのが肩です。これを同時に逆方向に動かすことで手首の向きを変えないで肘だけ回すみたいなことなんですけども、まあ、これくらい体自在に動かすようになってほしいですね。そうすると技のバリエーションも溢れてくるというか、技がもっときれいに決まるようになりますので、ちょっと試してみて練習してみてください。すぐにはできないですね。これなんかも含めて肩も意識しようと思ってもなかなか意識できないんですけど、まあ、意識することから始めてずっとやっていくと体がそのうち覚えて無意識でも肩が動くようになりますので、僕も最初いわゆる日本人ってこういう肩するんですよね。前に出ててで猫背になっちゃって、こう僕も最初そういう体してましたんで、みんなそうだね。で六方会に入って岡本先生の体の動きを見て、肩の位置はここじゃ技ができないなって気がついてこうやって動く。でも実際本当はニュートラルの肩のポジションっていうのはここにあるので、実際みんなが思ってる以上に後ろなんですよ。正しい肩の位置に持ってくることがまず大事かもしれませんね。だからこう胸をグッと張って、で、それこそ肩甲骨がくっつくぐらいまで寄せて、あとはこう引っ張ってますから、それは自然重力でこうスンって落とす。この位置が本来の肩の位置なんですよ。みんなこうなってますから、ここです。ここの位置に僕。で、
ここにうんちに置いとくと肩こりもなくなりますんで、なんでかっていうと、こういう風になってるっていうことは常に僧帽筋が後ろに引っ張ってるんですよね。こう重さのバランスがこういう風に本来の位置にあれば肩甲骨と鎖骨によってこうバランスを取れてるから重さがそんなに肩にかかんないんですが、こう傾いちゃってるとこう傾いてこっちに重さが来たものをこう常に引っ張り続けて、これによって僧帽筋肩こりが起きるので、正しい位置に持ってくると背筋も伸びますし、姿勢も綺麗になりますし、合気も使えるようになりますので、肩の位置ちょっとこの木にこういう時に確認してみてください。すると次に稽古する時に技の綺麗も変わりますよ。